滝川勝利、お坊さんから大名へ、信長、秀吉、家康の間を渡り抜き、大出世を遂げた武将。皆さん、こんにちは。今回の歴史じっくり紀行は、滝川勝利について紹介していこうと思います。こちらの武将は、先日、高次武様と森半将様、もしくは広政様とお読みすればよかったでしょうか。こちらの両名様よりリクエストをいただきました。動画にさせていただきましたので、どうぞお楽しみいただければと思います。戦国時代、お坊さんが外交や戦で活躍するのは珍しいことではありませんでした。滝川勝利は出家の身でしたが、才能を認められて還俗し、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康という戦国三傑の時代を渡り歩き、ついには日立方の藩主にまで上り詰めた武将です。次から次へと危機に直面しながら、戦国時代を生き抜くことができた彼の生涯をじっくりとご紹介したいと思います。北畑氏に連なる一族出身。天文12年1543年、伊勢、三重県、愛知県、岐阜県の一部に生まれた勝利は、間もなく出家して僧となり、元成院修験と名乗っていたようです。ここでは勝利で統一しますね。そもそも彼の出身は木造り、木造ではありません。死とも言われていますが、この辺ははっきりしません。何らかのつながりはあったようですが、木造り氏は北畑氏の一族で、北畑氏といえば鎌倉以来の名門公家、武家であり、伊勢の国司でもありました。この頃は織田信長が着々と周辺諸国を制圧しており、彼の攻勢はやがて伊勢に向けられます。強敵はもちろん北畑氏でした。信長方の調略に応じ、主を離反させる。信長方の武将滝川一益は、北畑氏攻略にあたり、当主北畠智則の実弟小造り朝政がキーマンだと考え、まず朝政の周辺に調略の手を伸ばしました。その相手が朝政の家臣である柘康成と木造り氏に近しい存在だったと考えられる勝利でした。ちなみに柘康成は一説に勝利の父ともされている人物です。滝川一益の調略に応じた2人は、主君小造り朝政を説得し、北畑氏から離反させることに成功します。加えて勝利は織田軍の手引きをし、伊勢攻略に貢献したのでした。これで信長の次男茶仙丸、後の信勝が北畑氏に養子に入ることになったわけですね。一連の戦いの中で勝利に才能があると見込んだのが滝川一益でした。一益は勝利を還俗させ、娘を嫁がせ、滝川姓を与えて、名目上自分の甥ということにしたんですよ。ここまでするとは相当見込みがあったのでしょうね。織田信勝の家老となる。滝川姓となった勝利は、小造り朝政と共に北畠氏に入った信勝の家老となります。信勝の名もいろいろ変遷があるんですが、織田信勝で統一しますね。しかし依然として北畠一族は存命だったため、信長と信勝はついに彼らの排除に乗り出します。天正4年1576年、勝利は柘康成らと共に北畠智則の隠居所でもある三瀬御所を包囲し、一族と家臣を抹殺します。あらかじめ勝利は智則の近所を調略しており、智則の太刀に細工をさせて簡単に抜けないようにしておいたそうです。かなり策略家ですよね。その後完全に伊勢の主となった信勝は、伊賀、三重県西部の支配も企てます。そこでなんと父信長に無断で出兵してしまったんですね。天正7年1576年、
第一次天正伊賀の乱といいます。勝利は信勝の命令により出兵していましたが、伊賀の国衆たちの抵抗にあって敗走してしまいます。しかしそこはほぼ地元民ですから、地の利に通じていたこともあり、うまく逃げおおせました。戦意をなくしたように見せかけ、逃亡を成功させたといいます。そういうところも作詞なんですね。天正伊賀の乱での活躍。しかし信長は信勝の無断行動に激怒、親子の縁を切るぞとまで言い出してしまいました。とはいえ信長もまた伊賀を無視できなくなり、2年後に第二次天正伊賀の乱が起きることになります。この時勝利は前回痛い目に遭わされた伊賀の国衆を前もって調略し、今までの固い連携を崩し、見事勝利へとつなげます。この功績は非常に大きく、戦後勝利は伊賀守護に任ぜられました。天正10年1582年、本能寺の変が起きて信長が倒れてしまうと、生き残っていた北畠氏の残党が蜂起しますが、勝利の活躍によって鎮圧されています。小牧長久手の戦いで講和の使者となる。信長の死後に持ち上がった後継者問題では、信勝はまるで蚊帳の外でした。信長の孫にあたる三法師が選ばれ、それに不満を持った織田信孝や柴田勝家らは豊臣秀吉、当時は羽柴によって排除されてしまい、その後釜に座ったのは他ならぬ秀吉その人でした。信長の息子でありながら、信勝は問題にすらされていなかったんですね。そんなこともあって信勝と秀吉の関係は悪化していき、彼が徳川家康に接近していきました。こうして天正12年1584年、信勝家康連合と秀吉との間で小牧長久手の戦いが起こったんです。勝利の有能さについては秀吉も知っていたようです。戦の前にこっちに来ないと誘いをかけたそうですが、勝利はこれを断り、信勝方として参加することになりました。そして籠城に次ぐ籠城を重ねて抵抗し続けたんです。しかしあちこちでドタバタと起こる合戦が続き、信勝はやがて講和を考えるようになりました。しかも同盟相手の家康に無断で単独講和を図ったんです。無断って、前も信長に無断で行動して怒られたのに。何はともあれ、信勝の意を受けて勝利は岐阜である滝川一益を介して秀康と連絡を取り、単独講和を実現させたのでした。そしてすぐさま秀吉方の講和の使者となって家康のもとへ赴いたのです。家康の心境いかばかりか。秀吉の直心となり、さまざまな危険を切り抜ける。信勝にとって勝利はなくてはならない家臣でした。このため信勝の家臣の中ではずば抜けた功禄を与えられるようになります。また家康と秀吉の妹朝日姫の縁談成立にも関わり、彼女の腰入れにも付き従うなど、秀吉にとっても使える存在となっていきました。小田原征伐では北条氏直の降伏も仲介しています。しかし小田原征伐後、信勝は領地替えを嫌がったことから、秀吉の怒りを買って改易されてしまいました。当然勝利も改易の浮き目に遭うところでしたが、日頃から使える人物だったため咎めはなく、秀吉の直心として召し抱えられたのです。しかもその後に起きた秀次事件では連座したんですが、なぜか秀吉からの叱責のみで済んだというミラクルが起きています。連座すればまず命はなかった事件なのに、どうしてなのか。それはやはり使える男アピールと随所でしてきた勝利の世渡りのうまさに秘訣があったのでしょうね。関ヶ原後に改易されたが、なぜか返り咲く。岐阜滝川一益が存在感を低下させて没落していった一方で、勝利は依然として存在感を発揮していました。羽柴姓を与えられた彼は関ヶ原の戦いでは西軍に属します。
当然西軍の敗北によって彼は改易されてしまったのですが、なんと徳川家康によって召し出され、日立方の茨城県石岡市二万石の藩主に返り咲いたんですよ。加えて秀忠の御伽衆にも名を連ねました。おそらく家康も小牧長久手の戦いの後の勝利の動きを見ていたのでしょうね。そしてこいつ結構使えるかもと踏んでいたのかもしれません。しかも江戸時代になっても勝利はかつて与えられた羽柴姓を使い続け、羽柴勝利で通しているんです。滝川に戻ったのは息子の代になってからなんだそうですが、そんなことして何のお咎めもなく、かえって大名返り咲きも許されるなんて、どれだけ水面下でうまくやっていたのかと思ってしまいますよね。そして慶長15年1610年、勝利は68歳の生涯を全うしたのでした。まとめ1、北畠氏の一族木造り氏の出身だったともされ、出家し僧になっていた。2、信長の伊勢信仰に際し、主小造り朝政を信長方に寝返らせ、滝川一益に見込まれて還俗し滝川姓を名乗った。3、織田信雄の家老となった。4、天正伊賀の乱では主信雄の失態を挽回する活躍を見せた。5、小牧長久手の戦いでは信雄と秀吉の単独講和を実現させた。6、信雄改易後は秀吉の直臣となった。7、関ヶ原の戦いで西軍につき改易されたが、家康によって召し出され大名に返り咲いた。こうして見てくると勝利の人生はミラクルの連続だったように思えます。しかしそれも彼ができる男であることをそっと示し続けたことによるものだったような気がします。派手ではなくてもこいつできるなと思わせた勝利の処世術、すごいなと思いました。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。こちらの軍配の上のボタンからチャンネル登録できますので、登録していただけると嬉しいです。あとこちらの動画もよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。